私は丸森に来てから初めて太鼓をやって今3年目ぐらいなんですけど、去年の夏に一緒にみこしを担がせてもらって、でその時に太鼓も持って行って一緒にパレードでこう盆踊りをしたり、その音楽の中でやったんですけど、もう本当に楽しくて祭りって本当に全世界のいろんな人たちがこう笑顔になる晴れの日というか、なんかそういうもう一人間として楽しいみたいなものをすごく感じて、で、まあ、現地の太鼓チームの方々とも交流ができたんですけど、本当になんか自分がこう触れたことがない世界にこう連れてってもらったなと思って、とっても楽しかったです。はい、外国の方とか、あと小学校からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代、いろんな国、国籍、民族の方と一緒に太鼓をワークショップとかでやる機会がたくさんあるんですけど、すごくいいなって思うのは、その言語も何も関係なく、みんな初めてでもやっぱ音は鳴るし、でそれでみんなでハーモニーを作れるし、すごく笑顔の輪が広がるんですね。なのでその音楽としてのこうノンバーバルな強みを実感して、とても楽しいです。丸森に来てすごくいいなと思ったのは、よそ者の受け入れ方というか、やっぱり移住者結構多いし、もともといろんなことを起こそうっていう人が集まる自治体だなって思ってたんですけど、なんかそれなんでかなって思ったら、もともと住んでる方とか役場の方とかがものすごくウェルカムな形で迎え入れてくれて、で何が足りないってなったらすぐ助けてくれるし、そういうあったかさがあるのが丸森の魅力だなと思います。もともといる人も、新しく来た人も、自分行っていいのかなって思う間もないぐらい、あ、行かなきゃっていう風に毎年なるような、そういうみんなの当たり前になっていくようなお祭りを作っていきたいです。